国立歴史民族博物館。国立歴史民族博物館は、千葉県桜市城内町にある、大学共同利用機関法人人間文化研究機構が運営する、博物館。日本の考古学、歴史、民族について総合的に研究、展示する、博物館である。通称、歴博。桜城市の一角にある。法的根拠は、国立大学法人法。 第2条第3項及び第4項並びに第5条である。日本には明治時代から東京、京都、奈良の3カ所に美術系の博物館である定室博物館、後の国立博物館が存在したが、これらとは別に歴史系の国立博物館を設置すべきだとの意見は早くから、歴史学者の黒板克美はすでに昭和戦前に国立歴史博物館の必要性を訴えていた。 しかし、国立の歴史系博物館の設置構想が具体化するのは第二次世界大戦後のことであった。1966年、日本政府は明治100年記念事業の一環として歴史博物館の設置を決定し、以後、学識経験者らによって建設地、展示内容などが検討され始めた。1971年には文化庁内に 博物館設置のための基本構想委員会が置かれ、1978年には、同じく文化庁内に、国立歴史民族博物館設立準備室が設置されて、ようやく開館へ向けての準備が本格化した。同準備室の室長は、歴史学者で、東京大学名誉教授の井上光貞であった。広告、歴史、民族の三分野を展示の柱とすること、博物館は、 大学共同利用機関とし、調査研究機能を充実することといった歴博の基本コンセプトは、井上の発想によるところが大きい。国の機関としての国立歴史民族博物館は1981年に発足し、井上光貞が初代館長となった。ただし、博物館としての一般公開が始まるのは2年後の1983年3月のことである。 初代館長であり、歴博の設置準備において、終始指導的立場にあった江の上は、一般公開開始直前の1983年2月に休止し、東京大学文学部教授の土田直重が二大館長となった土田も館長任期間中の1993年1月に休止した。歴博は開館当初から国立大学共同利用機関として位置づけられた。 歴史資料の展示公開を行うことが、歴博の重要な業務であることは言うまでもないが、歴博は展示施設であるとともに、考古学、歴史学、民族学の研究機関であり、他の研究機関や大学と共同で研究を推進し、調査研究の基盤のもとに展示を行うことが重視された。歴博は組織上も研究を重視し、会館当初は情報資料研究部、 歴史研究部、考古研究部、民族研究部が置かれた。このうち情報資料研究部は、展示資料の材質、技法、保存修復、博物館運営における、コンピュータの活用、展示手法の研究などを行う部門であり、歴史研究部、考古研究部、民族研究部の役割は、読んで字のごとくである。各研究部は、それぞれ4から6の部門に分かれ、 それぞれの部門に教授、助教授、助手、現在は教授、准教授、助教が配置された。2004年に歴博が大学共同利用機関法人人間文化、研究機構の所管になるとともに、研究組織の改祖が行われ、研究部のもとに情報資料研究系、歴史研究系、考古研究系、民族研究系が置かれることとなった。歴博の展示は、 概論的なものになることを避け、各時代ごとにその時代を象徴するようないくつかの、事物、弥生時代であれば、稲作、古墳時代であれば、前方後円墳などを取り上げた、テーマ示せが主体となっている。展示室は常設展示の第一第六展示室と、企画展示室に分かれている。常設展示は対象を、高校生以上と想定し、 復元模型やレプリカを多用しているのが特色である。日本の文化財は紙、木、繊維など脆弱な素材からなり、常設展示に耐えないものが多いため、実物とほとんど見分けのつかない、精巧なレプリカが活用されている。2016年現在の総合展示は、以下のような構成になっている。歴博の収蔵品は、収集資料と制作資料とに大別される。 収集資料は、実物資料であり、古文書、古記録、絵図などの歴史資料、考古資料、民族資料などが主なものである。制作資料は、建造物の模型、古墳、街並み、集落などの復元模型、考古資料など各種異物の模造、レプリカなどがある。収集資料、実物資料については、開館時に、 文化庁から歴博へ管理外になったものが大部分を占めている。なお、2004年をもって、博物館が国有施設から独立行政法人へ移行したことにより、文化庁買い上げ品、イコール国有財産が歴博へ移管されることはなくなった。収蔵品中には、個人のコレクションが一括して収蔵されたものがあり、特色あるコレクションとしては、以下のものが挙げられる。 歴博の常設展示においては、河原家、石器のような長期展示可能なものを除き、実物資料の代わりに、レプリカが多用されている。常設展示されていない、実物資料は企画展示で公開される場合がある。落中落外図病部広本の原本は、例年秋に公開されている。2003年5月、博物館の研究チームが、弥生時代の開始時期を定説より、 約500年早い紀元前1000年頃との研究成果を発表した。2003年12月、四国地方の弥生時代の開始時期は紀元前810年前60年頃と発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。